いざの野球しようぜ。ということで、ワンピースで、今宵も笑ってはいけないやっていきたいと思います。もうずっと暑いですからね、ワンピース。ワノ国編で、ルフィがギアフィフス覚醒して、そっからずっと暑いっすわ。果たしてあと数年で本当に終わるのかと。終わる気がせんけどね。ジャンプはやっぱあと呪術っすかね。呪術もめっちゃ熱い展開だし、ヒロアカもか。ヒロアカも今めっちゃ熱い展開ですね。さあ、果たしてこのジャンプを支えている三冠番が一体どうなるのか、今後の目が離せないですね。以上、この3作品しかほぼ見てないジャンプ評論家でした。ということで、早速やっていきましょう。Let's go.3、2、1、ヨーサンディエゴ OK! まずはこちら、ルフィうるせえ行こうチョッパー黙れよこんなひどいチョッパー見たくなかった。チョッパーはずっと可愛いだけでいいんだから、黙れよなんて言っちゃあかんよ。おいお前一緒に海賊やろうなあ無理だよ無理じゃないぞ楽しいのに俺は人間の仲間でもないんだぞ化け物だダメだ。いや、普通のセリフなんですけどね。なんででしょうね。とあるマッドが頭をよぎっていく。こうやって名シーンがなんか面白く変わっていくんですよ。洗脳とほぼ一緒ですよ、こんな。やってること宗教団体と一緒ですからね。よくないね、これ本当にね。化け物だしーがもう化け物だしーに聞こえるもん。化け物だしーないんだぞ化け物だしーだからお礼を。お前たちには感謝そうよね、続きあるよね。だからの後、普通に続きがあるんですよ。なのになんでですか？だからって言った瞬間にうるせえ以降が頭をよぎるんですよ。よくないって！ほんまによくない。こんなマット動画でも簡単に洗脳じみたことされちゃうんだから、人間なんてほんとちょろいですよ。弱い心につけ込まれたら、一瞬でも頭くるくるパッパーになって、ああ、こうすればいいやってもう他人にすがっちゃうみたいなね。すぐ流されちゃう。特にジャパニーズ。難しいかもしれないですけど、いや、ほんとは一番簡単なことかもしれないですけど、自分の気持ちを強く持って自我を強く持って生きなきゃいけないんです。わかりますか皆さん。自我を強く持っていきましょう。そんでもってこの言葉に少しでも救われた方は僕に100万円ください。いつかまたさ気が向いたらここへ。うぜー行こう。打ち切れとるやん。そんなことある？感動の名シーンだって今。完全に仲間になる流れだったよ。自我持ちすぎチョッパー。そこは流されていいよ。そこは仲間になってくれ。たとえルフィの洗脳だったとしても仲間なっとくれ。チョッパー自我強いわ。うせえ！そんなつもりはもうとうねえ！お前誰だよ！お前誰だよ！一緒にワポル倒したんちゃう？他人同士でしたわ。お互いにお互いのことを全く知ってない状態でしたね。それじゃあ仲間なれんわ。やっぱある程度ね、お互いのこと知らないとコミュニティってのはすぐ崩壊してしまうんですよ。お互いのことをね、よく知っていた、ずっと友達だった、そんな状態でも崩壊してしまうオンエアがいるんですから。難しいですよね、本当にね。人間関係、チョッパー人間じゃないけど。俺の名前はトニートニーチョッパー。いつかこの海の王になる男だ。チョッパーもう野望でかかったね。おいトナカイ、騎士ね。ひどいってさっきからずっとひどいよ。おかしいってこんなの。仲良くすればいいじゃん。すぐ死ねなんて言っちゃってさ。まあ俺もよく使うけど、もうないっすからねマジでね。死ね。これが海賊。感心しないね。私のいない間に許可なくトナカイを誘惑かい。ああ。そうかい。持っていきたきゃ持っていきな。かわいそうや。もうボロボロよ。チョッパーのメンタルはボロボロよ。どうすればいいんですかこれからチョッパー。誰を信じて生きていけばいいんですか。無理ですよ。人間なんて誰も信じられませんよ。こんな腐りきった世の中、インターネット社会で真実と嘘がずーっと混沌に混ぜ込み合っているこの世界、何を信じて生きていけばいいんですか。自分自身しかいないですよ。自分すら信じられなくなったらもうそいつはそこでくたばるだけっすわ。だから自分だけは信じて生きていきましょう。他の人が信じられなくなっても自分だけは信じて最後まで生き抜いてください。この言葉に救われた方は僕に100万円ください。さあ続いてこちら、ワンピース、エースに煽り返される赤犬。かわいそうに。いやかわいそうじゃねえ、煽り返したよ。あんな広島弁のやから。敗北者じゃけ。うん、うん、敗北者、うん、取り消した方がいいと思うんですよね。あまりにも気持ち悪い。何の威厳も尊厳もないな。少なくともこの大航海時代にはふさわしくない顔や。この現代だからひろゆきさんの顔は認められてると思います。大航海時代でこの顔だったらもう速攻死刑ですよ。がいいと思うんですよね今の言葉。
ス。あ、エースのビブルカード。ルフィそれビブルカードちゃう、赤スパや。しかもめちゃめちゃ高い、5万って。じゃんけんが強い男、何しろシャンクス。勝手に言わせときゃいいんだ。それってあなたの感想ですよね。取り消せだと。敗北者は赤犬さん、あなたたちですよね。海部の任務って海賊をはじめとする犯罪者相手の警察行為のはずなんですけど、自分たちで親父に太刀打ちできないからって何十億もの懸賞金を出してるのに、それでも何十年も捕まえれてないじゃないですか。おいよせエース、立ち止まるな。でこの戦争ではなんだこれ、無理無理無理だって。頂上戦争ですよ。武器と武器のぶつかり合い、血と鉄の匂いしかしないこの空間、この世界で言葉だけで勝てるわけがない。普通に2チャンネル解説者がね、喋ってるだけで赤犬倒せるわけがないですよ。無理だって、諦めて逃げろって。ひろゆき、この戦争ではロジャーの息子のオイラを公開処理して、あわよくば親父を倒すつもりだったのに、オイラ逃げられた挙句幹部一人も倒せてないんですよね。あなたたちがしたことって、バカを口車に乗せて、もやしにかっすり傷を負わせたくらいなんですよ。乗るな、エース戻れ。まあ、大将が大将、それも仕方ないですよね。赤犬は所詮、大将になるために一般市民も犠牲にする。負け犬ですから。よう、みちょれ。待って。すみません、許しません。これ見たことか、やられとるやんけ。逃げればよかったよ。言葉だけじゃダメ、言葉だけじゃ戦争は止められない。これはもうずっと世界が繰り返している。悲しい結末、ひどい世界や本当に。あのなんだろう、助けてもらっていいっすか。ダサいな。この後ひろゆきがルフィに愛してくれてありがとう的な話すると思うんですけど、絶対泣けない。 3, 2, 1, YO! 股関節 OK! ということで、笑ってはいけないワンピースでした。なんか今回は一見関係なさそうに見えるんですけど、実はこの現代社会といろいろリンクしてるっていう、とても深い動画だったんじゃないかなと個人的に思いますね。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さーて、来週のザワエさんは高松メダンの吉田です。今日は相当の大事なヘソクリを使って芋焼酎のレプリカを20本買いたいと思います。吉田君、わしの大事なヘソクリを芋焼酎のレプリカ20本に使おうとするんじゃない。まあ、相当生きてたんですね。わしを勝手に殺すんじゃない。秘密結社高松メダンムービー、相当は二度死ぬ、好評発売中です。16年前の映画の宣伝をするんじゃない。さて次回は、相当白菜に負けるフィリップ小指を詰める菩薩峠の遠近法講座の3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。